姉妹を買ったと大人ぶって言うつもりはさらさらないんですけど、少しメールや携帯電話に侵されすぎて使いすぎてしまったな。手紙の方があったかいだとか言うつもりはさらさらないんですけど、電話もメールも要件は同じだけど、あなたの文字を僕はまだ知らないから、数学のプリントの裏側にたわいもないことを書いてもらったりする機会もあるはずもなく、手紙をくれないか、あなただけの文字で、もうクラスメイトには二度となれないから、大好きなあなたの文字を僕はまだ知らないから、じゃなくて限りなき普段着の